はい、今度は下りから出てくる晒しがあるとき、道とどう操作していくかっていうのを説明します。まず立ち位置がまあこの辺りに、と下りが、この辺に、この辺にあるとします。で晒しが、こういう風にしてます。で、まあ、この前あたりを狙いたいんですけども、仕掛けをまあこの辺りに、投げます。で、まっすぐラインをまっすぐするとこういう風になります。で緩めすぎると、この晒しですね、右へ行こうとするのでラインがこうなってしまいます。こうなるとグレが、違和感を感じて食いつかなかったり、棚がずれて、食いつかなくなったりします。で浮きも、右へ行きます。この辺りこのラインでずれて右へ行ってしまいます。でまあここで釣れれば問題はないんですけども、まあ、潮の流れとかでこのマヤを狙いたいとかこの辺りを狙いたいとかっていう場合はラインはなるべく、このラインを、こういう場合はちょっと上げて竿を立てて上げると、この晒しの影響を受けにくくなります。である程度、この仕掛けが、馴染んできてから、竿を下ろしてやると、まあこういうふうにまっすぐではないんですけども時間が経つとまあずれてしまうんですけども、馴染ませやすく